はい、こんにちは、三村です。今回は、新しく出る囲碁の本の、宣伝をいたします。こういう本ですね。これです。これ珍しいんです。基本的には棋譜並べの本で8局入っていますが、それを解説しているのがですね、4名の棋士ですね。一力さん、シェーミンさん、私と彦坂直人先生ですね。まあ、トップ棋士くくりしていただいて恐縮ですけども、まあ、そうですね。こう結構それぞれ、語り口の違う4名による、詳しい解説をしている自己集ですね。1人2曲ずつ、自分の碁を1曲、それから、印象に残った自分以外の人の碁を1曲ですね。という内容になっています。この本はですね、全部で220ページぐらいの本ですね。こう年齢順。年齢順というか、まあ、先輩から順番にね、出ていきます。彦坂直人九段、10段経験者ですね。中部所属の彦坂先生は、総訓元九段との富士通杯の一局を取り上げています。こう、訓元先生への思い入れとかですね。あとは、秀行先生も結構出てきます。修行先生との、まあ、昔話が結構いい感じで語られていますね。あともう一曲は、彦坂さんは、どれだ?師匠の馬場茂九段ですね。師匠愛を感じる、チョイスになっています。私がその次に出てきます。私はですね、私は、2015年、5年ぐらい前の、本因坊リーグで、同門の高尾真嗣、当時天元と対局した碁を、取り上げました。当然私がね、勝った碁です。勝った碁を書きたいですよね。まあ、弟弟子ですので許してくれると思います。この碁は私の、まあ、しのぎ勝負ですね。体積をしのいで勝った一局なんですけども、23歩に、170手ぐらいの碁が23歩に分かれて、かなり、詳しくね、まあ、すごく見やすくなっていると思います。シェイミーさん。シェイミーさんもね、すごく忙しい棋士の一人ですね。女流棋戦、一般棋戦、あと海外、今中国でね、女流の世界戦いっぱいあるんですよ。ですので、この、超ハードなスケジュールの中で、この2局の解説、自分の、ね、対局は、まあ、ライバル、藤沢里奈さんと、藤沢里奈さんとの、女流本因坊戦のタイトル戦の対局を、取り上げています。それから、もう一局は、2000年結構前のですけども、女流最強と言われたですね、ゼイノイ九段。中国のゼイノイ九段が、総訓元先生また出てますね。総訓元九段、韓国の帝王総訓元九段に勝ってタイトルを女流棋士が一般棋戦でタイトルを取ったという歴史的にも、まあ、かなり重要な一局ですね。を取り上げています。結構コラムなんかも出ていますね。私はちょっとコラムはないんですけども、シエさんのコラム、なかなかこれも子供の時のね、思い出が書いてありますね。あと、一力さん。一力さんが最後に出てきます。一力さんは、グロービス杯。2014年のグロービス杯で、連勝、中国の連勝さんに勝った。当時7段、連勝さんに勝った対局を取り上げています。もうこれ世界的なトップ選手を破ったんですね。やはりこれはすごく、まあ、会心の一局だったんでしょうね。もう一局は、2019年の棋聖戦の7番勝負第7局、山下さんと井山さんの難しいプロの、まあ、最高峰の難解な戦いを解きほぐした解説になっています。ということで、この本は11月14日ですね。そうですね。これ動画がやってる次の日なんですけどね。11月14日発売になります。1590円プラス税ということで、10% ですかね。はい。という感じになっています。これを書いているのは、囲碁ライター、観戦記者でもある内藤由紀子さん。多分この4名を選んだのも内藤さんなのではないかと思います。最近ですね、この、棋譜並べの本というのが結構売れていると聞いています。これです、私意外だったんですけども、私の子供道場では、
棋譜並べが好きな子供、私の経験では、棋譜並べが好きな子というのは少ないんですよ。大体は、練習として仕方なくやってる子がほとんどなんですね。一部、10人に1人ぐらいですね、棋譜並べを楽しいという子がいるぐらいで、棋譜並べの本が大人にこれだけ受けているというのはちょっと意外でしたね。でも確かに、棋譜並べというのは勝ち負け関係ないわけですから、リラックスして、強い人の打った手を味わえるということでは素晴らしいですよね。そして、やはり囲碁の楽しみっていうのは、ただ対局するだけではないですし、問題を解くのも楽しい、棋譜並べするのも楽しいということで、ね、何倍も楽しめるということで、すごくいいことだと思います。この本、おすすめですので、ぜひお買い求めください。